こんにちは。今日は生活の中で動く機会が少なくなってきた皆様に、ご自宅でご自身でできる運動を紹介したいと思います。はい、自宅でできる、エクササイズの運動を紹介していきます。まずは足の運動を紹介いたします。まず膝の曲げ伸ばしの運動を紹介していきます。まず見本を見せます。膝を曲げ伸ばしするときに8秒かけて膝を伸ばして曲げてを行います。最初の4秒で膝を伸ばしていって、残りの4秒で膝を曲げていく運動になります。一旦見本を見せます。いきます、右足から 1,2,3,4,5,6,7,8、 このペースで3回ずつ右左で行っていきます。行う際は背もたれはに背中をつけたまま行っていきましょう。それでは右足からいきます。せーの、 1,2,3,4,5,6,7,8、 1,2,3,4,5,6,7,8、 2,2,3,4,5,6,7,8、 2,2,3,4,5,6,7,8、 3,2,3,4,5,6,7,8、 3,2,3,4,5,6,7,8。 はい、お腹とももの前の運動を紹介していきます。まず最初に椅子に浅く腰をかけます。次に両足を同時に膝を伸ばして持ち上げていきます。8秒かけて持ち上げて曲げてを繰り返していきます。まずは見本を、行います。浅く腰をかけます。そのままの姿勢で 1,2,3,4,5,6,7,8、 このペースで3回ほど行っていきます。それでは、スタートしていきます。いきます。 1,2,3,4,5,6,7,8、 2,2,3,4,5,6,7,8、 3,2,3,4,5,6,7,8。はい、次に両手の運動を行っていきます。今度はですね、両手を肩の横にセットします。姿勢は丸まったり反りすぎたりしないようにまっすぐにしたまま8秒かけて両手を上げ下げしていきます。じゃあ見本を見せていきます。まずね、いきます、せーの、 1,2,3,4,5,6,7,8、 このペースで3回行っていきます。肩甲骨がしっかり動くのを意識しながら行っていきましょう。それでは行きます。 1,2,3,4,5,6,7,8、 2,2,3,4,5,6,7,8、 3,2,3,4,5,6,7,8。 はい、次に、今度は横から手を上げる運動を紹介していきます。8秒かけて腕を、ね、横から上げて下げていきます。注意する点は先ほどと同じで背中丸まったり反りすぎたりしないこと、また手はなるだけ耳の横から真横から上げて下がるようにして行っていきます。見本を行います。いきます。1,2,3,4,5,6,7,8、 このペースで3回行っていきます。いきます。 1,2,3,4,5,6,7,8、 2,2,3,4,5,6,7,8、 3,2,3,4,5,6,7,8。
7、8。次に腕の運動で少し難しいのを紹介していきます。まずは先ほどやったように上に8秒かけて持ち上げて下げて、今度は前に8秒かけて出して引いてを行っていきます。注意点は前に出したときは手の甲を前側で合わせます。戻すときは手のひらを天井側に向けて肩もひねっていきます。2本を行います。体の横に手を置いて8秒かけて上、8秒かけて前に出していきます。2本いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。それでは本番3回行っていきます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。はい、次に立っての運動を紹介していきます。鍛える場所はふくらはぎになります。2本をまず行っていきます。まずは椅子の後ろに立ち、軽く両手を椅子の背もたれに添えます。肩幅に足を広げて、かかとを8秒かけて上げ下げしていきます。2本を行います。1、2、3、4、5、6、7、8。このペースで3回行っていきます。行う際は姿勢がバランスよく取れるように、乱れないようにして行っていきます。それでは行っていきます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。次に片足の運動を行っていきます。まずは椅子の斜め後ろに立ちます。片方の手を背もたれにつけていただき、片方の手を腰に当てます。で、外側の足を外側に開く運動を行い、股関節の外側を鍛えていきます。まずは2本を行います。手を置いて腰に手です。右足外側を上げていきます。8秒かけて上げ下げしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8。この際につま先が外側向かないように必ず真正面を向けたまま行きましょう。また体が曲がったりしないように注意していきます。それでは3回行っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。それでは反対側に移ります。先ほどと同じように背もたれに反対側の手を置き、反対側の手は腰に置いて同じように行っていきます。それではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。
タッチ、はい、次に股関節の前側と後ろ側を鍛える運動を行っています。2本を行います。椅子の斜め後ろに立ち、片方の手は背もたれ、片方の手は腰に当てて入れます。右足から行っていきます。8秒かけて右足を後ろに伸ばし、8秒かけて持ち上げる運動を行っていきます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。この際に体が前に倒れたり後ろに反りすぎたりしないようにしながら行っていきます。それでは3回行っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、3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 、2、3、4、5、6、7、8。次に反対側の足についてみます。逆の方向の斜め後ろにつき、片方の手は背もたれ、片方の腰に当てて、今度は左足を行っていきます。それではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、次に膝の曲げ伸ばし運動を紹介します。鍛える場所はももの後ろ側になります。2本を紹介します。まず椅子の真後ろに立ちます。両手は背もたれに置きます。そのまま膝の曲げ伸ばしを8秒かけて曲げ伸ばししていきます。2本を見せます。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。注意点は体が前に倒れたり後ろにしないようにしながら膝の曲げ伸ばしを行っていきます。本番いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8。次に立ち座りの運動を紹介していきます。鍛える場所はももの前側と後ろになります。まずは2本を行っていきます。注意点としましては、前から見たときに肩幅、足を広げます。つま先と膝の向きが同じになるようにしながら膝の曲げ伸ばしを行っていきます。それでは2本を行います。まずは椅子の後ろに立ち、両手を背もたれに置きます。8秒かけて膝の曲げ伸ばしを行います。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。この際につま先より前に膝が出ないように注意しながら行っていきます。本番いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。
1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8。今までの運動で、まだ物足らない方のために、2種類運動を紹介していきます。まずは片方ずつ足を出す運動を紹介していきます。やり方です。まず腰に手を当てます。片方の足をしっかり前に出してしっかり沈み込んでから戻る運動になります。注意点としましては、つま先の方向と膝の向きが一致するように、内側に入ったり外側に行ったりしないようにして、まっすぐ前に体を落としてから戻るようにしましょう。ステップ幅は余裕がある人は大きめ、余裕がない方はちょっと小さめにして行っていきます。ご自身のレベルに合わせて行っていきましょう。それでは本番いきます。左右ずつ3回ずついきます。はい、腰に手を当てきます。いきます。次に横ステップの運動を紹介します。やり方です。両手を腰に置きます。外側の足を外側に大きく開いて、真上に体重を乗せて戻ってくる運動になります。しっかり足の上に体重を乗っけるように意識して行っていきましょう。それでは右足から3回ずつ行っていきます。言います。1、2、3。はい、最後に片足立ちの運動を紹介します。まずは見本を行います。やり方です。片方の手を背もたれ、椅子の背もたれや壁に添えます。片方の手を腰に添えて、外側の足を90度直角まで持ち上げて片足立ちを行います。この際に体が斜めになったりしないように、できるだけまっすぐにして足が下がらないようにしながら、注意しながら行っていきましょう。2本行っていきます。腰に手を当てて持ち上げて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これを本番は30秒行っていきます。それでは本番いきます。腰に手を当てて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。じゃ今度は反対足を行っていきます。背もたれ側に手を置いて、反対側の手を腰に置いて、外側の足、左足を持ち上げて行っていきます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。
21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、次にお腹の運動、腹筋運動を紹介します。まずは見本を紹介します。膝を立てて、寝っ転がります。では、おへそに当てたまま、おへそを覗くように体を起こし、戻していくを8秒かけて行っていきます。見本を紹介します。1、2、3、4、5、6、7、8、このような感じで3回行っていきます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8。運動前後に準備運動、整理体操を行っていきましょう。腕から行います。約10秒ほどかけて行っていきます。じゃあ右手を前に出して手のひら前です。反対側の手で手前側に引きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は手の甲を前側に垂らして、反対の手で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対側の手を引きます。手のひら前です。反対の手で手前に引いて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は手の方を前にして、手前側に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は二の腕を伸ばしていきます。右手を上に上げます。肘を曲げて背中を触ります。反対側の手で肘を持って後ろに引っ張って10秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。手を入れ替えます。左手を上に上げます。肘を曲げて背中を触ります。反対の手で肘を持って後ろに引っ張って10秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次に肩を伸ばしていきます。右手はまっすぐ前に出します。反対の手で左側に引っ張ります。顔は外側を向いて10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。手を入れ替えます。左手を前です。右手で右に引っ張ります。顔を左です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、それでは下半身のストレッチを行っていきます。まずは浅く座り、大きく足を広げます。両手は膝に置き、右肩を内側に入れて股関節の内側伸ばしていきます。それでは10秒ずつ行っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。肩を入れ替えます。左肩は内側です。膝が入らないようにしっかりストップしながら行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次にももの後ろ側を伸ばします。浅く座ります。右足を前にして、背中が丸まらないようにしながら体を前に倒していきます。いきます。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、足を入れ替えます。左足前です。背筋を伸ばして体を倒します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次にももの前側を伸ばしていきます。片方ずついきます。やり方です。椅子の端っこに半分座ります。外側の手を足首で、外側の足首を持ち後ろに引っ張ります。この時に背中が反りすぎないようにお腹に少し意識を置いて行っていきます。それでは行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対側に行きます。反対側に移って、外側の手で外側の足首を持って後ろに引っ張っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、以上で運動の紹介を終了させていただきます。これらの運動を毎日少しずつ行うことで筋力や体力が向上、維持できると思います。少しずつでもいいので、続けていくことを目標に頑張っていきましょう。ありがとうございました。